こんにちは今日はウサギとカメの話から亀の生き方が必要なんだとということをお話しますえ今回カメの話をなぜしようと思ったかというとのんびりゆっくり暮らしてくださいねということを常々話していますがゆっくりと物事をしながらのんびりと暮らすということの意味が伝わってないかなと感じたのでお話しします。まずその時代は 自分の時間は一番最後。まず他人のために時間を使う。難しいことを強要されて難しいことをやり続けるという時代でした。これは自分が苦しむために苦しみから楽を見出そうとして工夫をさせるというテーマがあったようなんですが、 ただひたすらに苦しみ続けた時代でもあったからです。で、これをウサギのとカメになぞえると、ウサギになるのかっていうと、もうすでにウサギとカメの話自体が苦労をするという話ではないです。一見するとカメは苦労をして、淡々と休みなく歩き続けるというイメージがあるかもしれませんが、これからの時代この発想は変わってきます。 どんなふうに変わるかというと亀自身は決してゆっくり歩いてないのかもしれないんですが歩くという行動が亀にとっては自分がすべきこと目的まで到達するということ以外には何もないんですね。ウサギは亀なんて遅いから価値がない。 判断をしたんですがその遅いということが実はこれからの時代大事なんだということが分かっていなかった早いということは疲れてしまって誘惑に負けたわけですよねすなわちいろんなことに手を出したり楽をしようとするとかえっていろんな誘惑によって あなたの時間を奪われますよ奪われた結果本当に到達したかったところに行けませんよという意味だと解釈してください。もう一度言います。土うさぎと亀を持ち出したのは分かりやすいかなと思ったんですがかえって分かりづらくなってしまったら、えー、申し訳ない。もう一回言います。 えウサギと亀でイメージされるのはウサギは足が速くてだけど足が速いがゆえに途中で誘惑に負けて寝てしまって亀に負けましたよ。という解釈なんですが王の時代っていうのは亀のようにゆっくりとゆっくりと自分のペースで生きていく。 時代です自分の時間というのをすごく大事にする。一日最低8時間。最高8時間。最低8時間。今のところこんな状態です。え今最低8時間最高8時間って言ったのは8時間を超えないということです。人のために生きるのが8時間。自分のために生きるのが8時間。健康のために費やすのが8時間。この割合で今の時期。 今後の時代はできているので自分のために8、26、16時間使ってしまうと反動がきますだから何かのために8時間費やすということは意識してくださいえ家で働かずにいる人前回ねそんな話をしましたがこの人たちはちゃんと家事をしましょう家族のために奉仕もしましょう掃除もしましょう、洗濯もしましょう お母さんが働きに出ているまたはね家族が働きに出ている間あなたは家の管理を家族のためにするということをしましょうという意味を含んでいますどんなに才能を発揮しようとしても自分のためだけに時間を使っていると早くは到達できませんただこれあくまで 魂レベル12億、10億、12億以上に生きてきた人たちのみです。8億から10億の人たちというのはまだこの領域にいません。これは判断つきません。だから、なんでこの人は いつも自分のことしかできないんだろうというご家族の人に向けては魂レベルがまだ若いと人間社会を学ぶだけ見るだけに生まれてきてますのでその人を養う、えー、役割はあなたにあります。ということを置いといて今はゆっくりと生活する。 というお話をしますでゆっくりというのがどのくらいのゆっくりさかっていうのが分かってないと思うのでこれについてお話ししますがゆっくりというのは1日1個用事をすするといいううぐらいにゆっくりだそうです出かけた時っていろんなことを混ぜ込みませんかあれもこれもそれもこれもね。 普段必要だと感じてたものを見に行ってご飯食べて友達に会ってみたいなねこんなに混ぜてはいけないんですよ。区役所行くんなら区役所行ってご飯食べて帰ってくるだけ買い物行くなら買い物行ってご飯食べて帰ってくるだけ本当に必要なものがあるなら一日中その必要なものを探し歩くだけこういう生き方ができるとお金も時間も あなたに合わせて降ってきますよ、という時代が今の時期です。だから、いろんなことを混ぜて、友達に会って、悔しくしょう行って、買い物行って、ご飯食べて、こんなに混ぜると体を壊します。体に出てくるんですね。先日体験しました。 もう足が痛くて動けないという状態を体験したのであやりすすす。ぎぎたたな、な動きすぎたなと反省していますやはり半日出かけてきて残った時間半日は家で自分のことをするまたは家事などをする、まあ、猫の世話をする春菜の場合はねというスタンスでいかないと一日中出かけてきて用事を済ますというのはちょっと 危険だなと判断しました。なので皆さんも意外と誘惑に負けて2つぐらい混ぜてしまうんじゃないかなと思うんですがこの場合にはちゃんと計画を立てて午前に1個午後に1個ね時間も早めに帰ってきてちゃんと夕飯のことができる家事ができるというね時間を頭に入れてください。これは男性でもそうです。 働いてきて帰ってきて疲れて何もできないという働き方はこれから n です。あくまで朝自分でご飯を作り帰ってきてご飯と洗濯ができるぐらいの体力を残して生活しましょうという意味です。亀はゆっくりゆっくり歩いていきますが余裕がなかったわけではないと思います。なぜならゴールに着いた時にうさぎを 馬鹿にすするだけの能力力は残ってたんですよねもう疲れ果てて動けなくてその場にうずくまって寝込んだわけではないんですよね。だからちゃんとゆっくりと自分のペースで自分が疲れ果てないように歩いていったわけですね。これが大事です。出かけた時仕事に行った時家の外に出た時帰ってきてから疲れ果てないようなゆっくりとした。 のんびりとした生き方をしましょうというのが今からの時代ですよで、うさぎのようにピョン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 ね疲れるほど飛んでって寝込んでやるべきことをが飛んざしてしまうという生き方はもう終わりですよという意味を示していますのんびりしないとどういうことが来るのっていうと例えば働いても働いてもお金が入ってこなかったりとか必要経費がどんどん出ていってしまう 例えば、えー、働いた分医者に行ってお金がなくなったり働いた分何かが壊れて例えばテレビが壊れた冷蔵庫が壊れた洗濯機が壊れたクーラーが壊れたなどの大型のパソコン壊れたなどのねものが壊れてその分出ていかなきゃいけなくなったりというね。 自分にとってちょっと必要なものが欠けるような出来事がやってきます。ですから、なるべくゆっくりと暮らすというね習慣をつけてください。今日はここまで。またね